紋章カロル・スタニスワ・フラジビューは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、公、ビリニュス県知事、リビューの都市長官であった。同盟の祖父カロル・スタニスワ・フラジビューと区別するため、親愛なる旦那様を意味するパニエ・コハンクのあだ名で、呼ばれる。リトアニア大へ、トマンのミハウ・カジミエ・シュラジビューと、巧妙な劇作家、ウルシュラ・フランチシュカ・ビシニオビエツカとの間に生まれ、 1753年に、ヒエロニム、アウグスティン・ルボミルスキの孫娘の一人、マリア・カロリナと結婚し、1764年に、バツワフ・ジェブスキの娘、テレサ・カロリナと再婚した。生涯を通じ、ラジビウは、ポーランド・リトアニア共和国で、多くの官職に預かった。1752年より、リトアニア憲法時間となり、1757年8月3日には、 白足勲章を受け、1762年に、ビリニュス県知事に任じられた。1767年には、黄金の自由の保守を目論むラドム連盟で、翌1768年には、反ロシア軍事活動を展開したバール連盟で、それぞれ総司令官を務めた。バール連盟の敗退後の1772年には、亡命を余儀なくされたが、1777年には、 性的であった国王スタニスワフ・アウグスト・ポニアトフスキに忠誠を誓い、すべての感触を取り戻した。しかし、保守政治家としての立場を貫き、1788年から1792年まで、開かれた4年議会では大議員として、諸改革の反対者側に回り、国王及びファミリアと敵対し続けた。ラジビューは18世紀後半の共和国で最も、 富裕なマグナートであり、同時に、ヨーロッパで最も富裕な貴族の一人だった。彼の不動産だけでも25件にまたがる16の、資料、都市、683の村を所有していた。ラジビューに関する伝説は、多くの小説や詩に描かれた。彼はまた、大酒飲みで下品なドンちゃん騒ぎを好み、 その豪胆な性格は貴族たちの信望を集め、サルマティズムの体現者、偉大な愛国者ともみなされていた。ラジビューは、貧窮、シュラフタたちに大変な人気があり、現在でも18世紀後半のポーランドを代表する人物の一人とされている。ありがとうございます。